こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい、今回ですが、以前リクエストをいただいた勢力を触っていきます。調べたら10ヶ月以上前にコメントしていただいたものなので、リクエストしてくださった方も忘れているのではと思わなくもないですが、まあとりあえず始めていきましょう。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。てなわけで、今回はこの勢力をプレイしていきます。お、小学坊。リクエスト内容は、古賀足利家で室町幕府復興プレイ。古賀足利家で上洛して、本家の足利家が残っているようならそいつを滅亡させるってのがプレイ目標よ。上洛ってことは二条五所取れば OK なのか。結構簡単そうだな。そういうと思って今回は縛りを入れることにします。またか。その縛りってのはこれ。今回は、この人海戦術の火災を常時入れる縛りよ。最大兵力が上がる代わりに部隊能力が下がるのか。あと、最初から鎌倉公方の役職がついてて、従属勢力を作りやすいので、戸様火災に最大兵力プラス K の特性がある場合は、そいつも極力入れる、兵力もりもり縛りでいきます。そいつは縛りなのか？兵力が増えるのならそこまできつくはならない気がするけど。まあ、やってみればわかるわよ。それじゃあ早速ゲーム開始。うちの環境だと古賀足利家は信長元服シナリオにしかいないので、今回は1546年からになります。そういえば人海戦術入れるって言ってたけど、古賀足利家に人海戦術持ってる人いたっけ？それなんだけどね、今回は火災入れる専用の登録武将を用意しました。戦いは数田予算です。ドズルじゃん。火災専用の予定なので能力関係は全て最低にしてあります。こいつを常時火災に入れておくわけね。そういうこと。で、初期設定の前にイベント周りの確認。古賀足利家は、この川越合戦のイベントが起こると滅亡するので、無効になってるイベントを有効にしておきます。なぜ？いや、そっちの方がやる気が出るでしょ。下手すると速攻終わるんだが。このイベントは、1546年5月までに北条から川越城を取れば回避できるので、まあ頑張ってそれまでに川越城を取るわよ。あと4ヶ月しかないんだが、いけるのか？それでようやく初期設定に入るんだけど、まずは外交から。古賀足利家は最初から山の内上杉家、扇ヶ谷津上杉家と同盟を結んでいて、ついでに佐野家を従属させているんだけど、役職と官職で無駄に威信が高いので、初手で従属させられる勢力は従属させておきます。ということで宇都宮、小田、千葉、マリアツ家を従属させておきました。これだけで関東の3分の1くらいは抑えられたかな。そして今回の縛り、火災を入れておきます。とりあえずうちの戦いは数田よくんと、戸様にはマリアツ家、宇都宮家を入れておきました。最大兵力プラス 47% はいいんだけど、金銭労働収入と部隊能力のデバフが結構きついな。まあ縛りプレイなんでね、これくらいでいいのよ。そんじゃまあ、早速動いていくんだけど、初動は川越城の攻略一択です。ここ取らないとイベントで死ぬからな。選択の余地はないな。ということで初戦、行ってみよう。ちなみにうちの対象は能力がかなり低い上に、火災のデバフもついているので、部隊能力が死ぬほど低いです。防御13に攻撃35、ほぼ軍隊並みの能力だな。まあでも幸いなことに混乱の戦法持ち武将が何人かいるので、戦闘の方はなんとかなりまして、無事勝利。やっぱ混乱強いな。で、最初の合戦の後、加藤一覧のイベント発生。このイベントは、今川と北条の騒乱に呼応して、山内上杉家を中心とした関東諸勢力が北条打倒に動くといった内容で、これにより、もともとあった同盟が2年ほど延長されます。川越合戦の前提イベントだけど、このイベントの段階ではあんまり影響ないな。この後、敵の皇族が来たので合戦。これも無事勝利しまして。2月序盤にようやく包囲に入りました。川越合戦まで残り3ヶ月。それまでに耐久を削り切れるかどうかだな。ちなみに部隊能力が火災特性で落ちてるので、安易に強行はできないわね。なんだかんだで部隊能力落ちるのが一番きつい。この後綱重と氏康を撃退。この二人撃退したら川越合戦なんて起きなさそうなんだが。その辺はゲーム的には関係ないのよね。で、さっき安易に強行はできないとか言ってたけど、包囲だけでは間に合わないので、ちょっと無理して強行を実施。能力低すぎて全然守備兵減らねえ。まあ5月までに耐久が削れれば OK なので、
守備兵が削れなくても包囲が続けられればなんとか。あ、でもこれなんかいけそう。ということで、4月の初め頃に無事川越城を制圧できました。結構余裕だったな。はっはっは。まあ裏で何度か間に合わなくて失敗してるんだけどね。ちなみにこれで無事、川越合戦のイベントを回避できました。回避したバージョンのイベントとかはないのな。そこまで作り込んではないみたいよ。で、これでイベントの方は回避できたんだけど、ここで攻めるのをやめると結局北条にやられるので、間を置かず、今度は江戸城に進行。江戸城の部隊を撃退しまして、無事、兵力500未満の状態で包囲に成功しました。守備兵47しかいないから強行したいところだけど、こっちの部隊は兵力も能力もないからやめといた方がいいわね。ですよねー。ということで包囲しつつ後続を3回ほど撃退しまして、ちゃっかり強行してるし、まああと少しだったんでね。てなわけで江戸城も無事落とせましたとさ。ちなみにこの間に、新たにナスケを従属させております。で、追撃の綱茂を撃退した後、里見にやられかけてたマリア付けの救援に行ったんだけど、ちょうど兵糧が切れたみたいで帰っていったわ。でもこれ滅びるの時間の問題だろ。まあ一応火災に入れてるので、できれば保護したかったんだけど、さすがに北条を無視してこちらにかまけてるほどの時間的余裕はなかったので、とりあえず一部隊だけ撃退して撤退。結局マリア付けはあっさり国衆にやられましたとさ。早速とざま火災枠が開いちまったよ。とはいえ代わりに最大兵力アップできる火災は今のところいないので、この枠は従属勢力が増えるまで開けときます。で、北条の兵力が回復しきる前に徹底的に叩くべく、今度は小机城に進行。この合戦は問題なく勝ったんだけど、この直後に家老の結城正智さんが亡くなったわ。家老がいなくなるのは痛いけど、寿命はしょうがないな。ここから敵の後続をかっこ撃破しまして、小机城も無事制圧できました。これで持ち城は5城、北条と並んだな。と言っても北条は小田原城の出力がでかいから、まだまだ安心はできないわよ。ちなみにこの辺で収入も増えてきたので、制度改新の政策を発令しております。で、北条がさっきの戦闘で動揺している間に玉縄城に進行。こいつも全てカッコ撃破で撃退しまして、最大兵力にバフが乗ってるとは思えない小規模戦闘だな。7ヶ月ほどで無事制圧できました。東洋の方も一人成功。これで完全に形勢は逆転したかな。ちなみにこの直後、千葉家から援軍要請が来ました。あや、だいぶやられてるな。これ間に合わないだろ。いや、そっちの方は里見の兵糧不足でなんとかなったみたいなんだけど、のんびり眺めてたら、北条と今川の連合軍が攻勢に出てきたわ。合わせて2万4000くらいか。まあ氏康と吉本の2部隊で2万くらい抱えてるから、こいつらをカッコ撃破できれば楽勝でしょ。ということでまずは初戦、うまいこと国衆の2部隊だけ捕まえたので、余裕の勝利。まあこいつらだけなら楽勝だな。で、お次は敵の本隊。普通に氏康と吉本一緒に来てるじゃん。そうは言っても初戦に部隊しかいないので、一緒に叩きます。それにしてもなんで兵力バフ入れてるこっちよりあいつらの方が兵力多いんだろうな。まあやっぱり大きい勢力って本拠地が優遇されてるのよね。小田原とか駿府とか筒子ヶ崎とか、その辺一つ持ってるだけで収入が全然違うしね。ちびちびバフなんて入れるよりその辺取った方が早いわけだな。取れるもんならさっさと取りたいけど、出力の出る城は総じて硬いから、そんな簡単にはいかないわよ。とか言ってる間に吉本の部隊は潰せそうね。高台あるから楽勝だな。それもあるけど、敵の戦法が防御系ってのもありがたいわね。防御力上昇と兵力回復だっけか。戦法名違うのに吉本も氏康も同じ効果なのよね。まあそれは置いといて、近寄っても混乱やら兵力減少やら入れられないからめちゃくちゃ戦いやすいのよ。適当に近づいて混乱入れれば殴り放題だしな。そんなわけで後は氏康だけなんで、適当に混乱入れての木口破壊。なんだかんだで楽勝だったな。これにて北条の進行部隊も全て撃退しまして、
関東一の大国になりましたとさ。今のところ吹けば飛びそうな大国だけどな。でかい城取れば少しは安定すると思うんだけど、小田原城か、落とせるかなあれ。しばらく無理でしょうね。そっちよりも先に里見潰しに行った方が安定しそうだな。はい、お疲れ様です。今回はこれにて終了です。川越合戦。頑張ってイベント発生阻止したんですが、やっぱり阻止イベントみたいなのがないとパッとしないですね。というかこのイベント、北条でプレイするとちゃんと合戦イベントがあるんですが、敵方の両上杉や古賀足利家でプレイするとなぜか合戦イベントないんですよね。強制的に負け扱いです。もう少しやられる側のことも考えてほしいものですね。まあ、愚痴はこの辺にして、それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなど、いただけると励みになりますので、よろしくお願いします。